今回のテーマは日本史みたいな感じになります。 JR になる前は国鉄という団体がありました。国有ということで国鉄で働いていた人たちは公務員と想像するかもしれません。ですが公務員ではなかったみたいです。ウプ主のおっさんも公務員ではなく、どっかその辺のサラリーマンというポジションですが、国鉄の職員も公務員ではありませんでした。というわけで、皆さん、このように思ったかもしれません。じゃあ国鉄も一般企業だったん？公務員ではない存在となると、一般企業をイメージする人もいらっしゃるかもしれません。ですが、一般企業でもありませんでした。国鉄の本名は日本国有鉄道といい、名前の通り、国が運営する鉄道でした。とはいえ、市役所や省庁とは異なる一方、名鉄などの私鉄とも違った形でした。故に、公務員でも会社員でもなかったのです。というわけで、皆さんこのように思ったかもしれません。三セク？ウプ主のおっさんも、一時期は、第三セクターと思っていた時期があります。ですが、第三セクターでもありませんでした。第三セクターは、民間と役所などが、合同でお金を出し合って成り立っている会社という意味であるため、国鉄とは違うみたいです。まあ、どんな事情があったのか、詳しくではなく、大雑把に見ていきましょう。それは、今から70年ちょっと前のことでした。戦争で日本は負け、GHQ、連合国軍総司令部という実質アメリカ軍が日本を占領する感じになりました。もっとも、皆さんこのように思ったかもしれません。Going home quickly? まあ、GHQ というと、帰宅部という意味もあるらしいですが、今回は違いますね。とにかく、GHQ による占領期に入りました。さて、戦後の日本はいろいろとめちゃくちゃな状態でした。戦争で何もかもが破壊され、お金もない状態でした。一方、世間ではこんな意見が出てきました。社会主義ええなぁ。社会主義運動が盛んになり、いろいろとデモなどが起きていました。そんな世の中でしたが、鉄道について国はこのように言いました。線路も車両もボドボドだなぁ。戦時中は物の行き来のために鉄道をたくさん使いました。しかしダメージを受けた場合にも直すお金がなく、線路や車両はボロボロの状態になっていました。ウプ主のおっさんのメンタルと同じだった感じです。そんな中、 GHQ はこのように言いました。鉄道職員多すぎだろ、少しリストラした方がよくね。鉄道は戦争から帰ってきた人たちの転職先となっていました。そんなわけで職員の数が増えていましたが、人件費が問題となっていました。そこで GHQ は鉄道職員のリストラを要請しました。ここで国はこのように言いました。職員クビにするぞ。こうして職員をリストラすることになりました。同じ頃、 GHQ はこのように言いました。公務員のストライキ禁止するぞ。当時は公務員のストライキも起きていました。そしてそれが社会主義運動へと結びついていました。というわけで公務員のストライキを禁止しました。また公務員が働いてくれないと国などの運営が回らない事情もありました。そんな背景がありましたが、鉄道について GHQ はこのように言いました。国の運営と直接関係ないし、ちょっとくらいサラリーマンらしくしてもいいかな。鉄道の運営は観光庁とは性質が違っているとのことで、ストライキは禁止にしつつも給料などについて偉い人に意見するくらいは OK にしました。こうした権利を労働権と言いますが、それを一部認めました。そして国はこのように言いました。運営は自分たちでやってな。こうして運営は省庁から独立させ、日本国有鉄道という団体に分けました。さて、国鉄ではリストラが行われることとなり、働いていた人たちの何人かは解雇される見込みとなりました。当然ながら国鉄職員はこのように言いました。おい、ふざけんな、なんで真面目に働いてんのにクビにされるんだよ。こうした声が多くなってきました。そして国鉄のトップが変死したり、無人列車が暴走したり、レールが剥がされて列車が脱線する事件が起きたりしました。
これらの事件は国鉄三大ミステリー事件と言われ、今も未解決事件となっています。ただ、背後には国鉄のリストラなどがあったからではないかと言われています。ところで、公務員扱いにはならなかった国鉄について、国はこのように言いました。偉い人は総理大臣が決めます。国鉄で一番偉い人は内閣、つまり総理大臣が選ぶ制度にしました。また、お金の使い道について、国はこのように言いました。国会議員の OK がないとダメですよ。国鉄のお金の使い道について、国会の OK がないといけない制度にしました。ゆえに、一般企業とはほど遠く、国の管理下に置かれることになりました。一方、労働権が少し認められたことで、国鉄職員たちはこのように言いました。労働組合を作るぞ。労働組合を作りました。これが何かというと、まあ、働く人たちのグループラインみたいなものです。そして、グループを組んで、このように言いました。もっと給料上げろ、仕事増やすな。時代が進むにつれ、そんな声が大きくなっていきました。やがて、グループを組んで、このように言いました。ストライキするぞ。本当は、NG であるストライキを行うようになりました。そして、こうしたストライキが日常的になり、社会問題となりました。その頃、国鉄は貧乏になっていました。国鉄は国の管理下だったため、政治家たちがこのように言いました。おい、俺の地元にも鉄道作れ、じゃないと。政治家たちは、政治家というパワーを使って、田舎にローカル線を作るよう、国鉄に圧力をかけました。その結果、赤字のローカル線を作り、完全に貧乏になる一方な状態になりました。こうした流れは問題になり、今から約40年前、中曽根総理大臣がこのように言いました。国鉄を普通の会社にするぞ。国では面倒が見られないとのことで、民営化して普通の会社にすることになりました。こうして国鉄は JR となり、今へと至る感じです。皆さんは国鉄について何か感想ありますか？大変お待たせしました。うぷ主のおっさんのどうでもいいコメントのお時間になりました。労働組合についてうぷ主のおっさん思ったことがあります。うぷ主のおっさんこのように言いました。機能してないので激務です。国労言うて。以上、国鉄職員が公務員ではなかった件についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。では、今日の授業はここまでですが、うぷ主のおっさんの適当な解説はいかがだったでしょうか？まあ、何かありましたら、ぜひコメントくださいね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。